ペレット装具専門店渋川市ペレットマン群馬です。昨日靖国神社の桜の開花が確認されまして、東京地方ですね、3月15日に開花宣言ということになりました。寒い冬ということでしたから、こんなに早くですね桜の開花が、来るとは思ってもいなかったので、ちょっとびっくりをしています。まあ、コロナ禍であっても季節は刻々と、まあ、こう巡ってくるというかですね、何とも言えない感じがいたしますけども、まあ、朝の来ない夜はないということもありますし、まあ、必ずですね、このコロナも克服されて、また今までのような日常がですね、一日も早く、戻ってきて、そしてみんながまた笑顔でですね、過ごせるようになればいいなというふうに思っております。ペレットストーブのシーズンももうそろそろ終わりだと思いますけども、まだまだですね、お使いになる時期もあろうかと思いますので、もし、燃料のことでですね、不足等ございましたらお声掛けいただければと思います。ペレットストーブメンテナンス新設置、また群馬県で初めての電気を使わない、ペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬ショールームまでお問い合わせください。